皆さんお疲れ様です。コストコ情報部です。今回は今注目の新商品を中心に22点ご紹介します。今しか買えない季節限定商品やみんなが買っている人気商品などもお話ししていきます。コストコで買い物する方の参考になれば嬉しいです。それではどうぞ。まずは新商品の紹介です。最初にハリボーから新作登場、スターミックス1488円。日本でも人気のあるドイツの国民的お菓子です。こちらはコストコ限定サイズになります。袋は全部で41個入っていました。そして1袋あたり36円。駄菓子と同じぐらいの値段なのはいいですね。今回も期間限定だと思いますので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。続いてはこちらも季節限定の明治ハロウィンアソート6袋入り、お値段が1598円。厳選された人気お菓子たちが可愛いボックスに入って登場。その中身は3種類で、タケノコの里キノコの山、アポロ、ミニサイズの板チョコです。どれも大袋で2つずつ入っていました。実は近所のスーパーでもこちら販売していたんですが、袋単体のみだったので、ハロウィンボックスに入っているのはコストコだけなのかなと思います。そして値段もスーパーよりこっちの方が安かったです。気になっている方はぜひチェックしてみてください。続いては旬のものが安く買える北海道天然生秋鮭切り身。お値段が2175円。こちらは 100g あたり238円で、近くのスーパーより20円安く販売されていました。ちなみに去年も購入したんですが、油が控えめで旨味がギュッと詰まっています。なのでそのまま焼いても炊き込みご飯にしても美味しかったです。続いては大容量でお手頃価格、バナナクランベリーローフ3本入り、お値段が1180円。新しいパウンドケーキがベーカリーコーナーで販売されていました。今回はフルーツ系でドライクランベリーやバナナピューレが入っています。持ってみると1キロありそうなぐらいずっしりしていて、1本でも食べ応えありそうです。これ1本393円と大きいのにお手頃な値段なのがいいですね。さあここからは人気の定番商品やコストコ限定商品などのご紹介です。まずは木村屋魚ね入りクリームパン、お値段が598円。コストコで人気の木村屋さんのクリームパンです。こだわりの魚ね入りのパン生地を使っていて、一般的なものとは違った風味を楽しめます。1個あたり99円です。続いてはボッカロイヤルミルクティープリン6個入り、お値段が698円。期間限定のロイヤルミルクティーが販売されていました。ボッカシリーズの中でも人気のあるテイストです。今回は定価978円なんですが、割引で698円でした。続いてはマッキーンスマイルポテト2キロ、お値段が998円。こちらは人気の冷凍ポテトです。その理由はマッシュポテトを使っているのでもっちりしていて美味しいと評判です。続いてはハードバイトバラエティパック18個セット、お値段が1838円。こちらはコストコで人気のポテチメーカーが出しているバラエティパックです。味は3種類で、オールナチュラル、ロックソルト&ビネガー、スモーキングバーベキュー、すべて小袋なので嬉しい食べきりサイズです。続いてはコストコで人気の高いワイン、バロンマキシムメルロ。こちら定価898円なんですが、割引で698円でした。ワイン愛好家が高コスパとして特におすすめしていた赤ワインです。あの日本航空が機内サービスで採用した実績もありながら1000円以下で買えるお買い得さ。ちなみにこのワイン、今はコストコでしか入手できないそうです。続いてはバロンマキシムシャルドネ、お値段が698円。
先ほど紹介したワインの白になります。人気も知名度も高いシャルドネをふんだんに使ったワインです。こちらもリーズナブルな価格でお試しできます。続いては機能性抜群のガーデニンググローブ10個セット、お値段が1498円。こちらはカナダの会社が作ったものです。日本でいうワークマンのような工事現場で働いている方が使うような道具や洋服をメインに取り扱っている会社さんです。その会社さんが作った機能性抜群のガーデニンググローブ、特徴は天然ゴム使用でズバ抜けたグリップ力、長時間つけても蒸れない通気性、あとはつけてもチクチクするような痒さがないのも良かったです。それが1個あたり149円なので文句なしに優良商品だと思います。続いては富士山四季の水2リットル ×6 本、お値段が378円。2リットルのお水が1本63円と低価格で購入できます。なので 3,4 箱まとめ買いされている方が多い印象ですね。続いてはスプライト 350ml×30 本、お値段が1798円。こちらは自宅でカクテルを楽しむのにおすすめな炭酸ドリンクです。レモンとライムの柑橘系なので爽やかな香りと控えめな酸味がお酒と割るのにぴったり。そして1本59円でした。続いてはレッドブル派の皆さんにおすすめ、エディション3種アソート 250ml×12 本、お値段が1698円。限定アソートなのに1本141円とかなり激安です。なので前回に引き続き今回も購入してきました。続いてはリステリン刺繍クリア、お値段が1998円。こちらもさすがのコストコ価格、1本666円で買えちゃいます。ドラッグストアでも1本900円ぐらいはするのでかなりお買い得です。特にリステリンは定期的に割引があるのでそれを狙って買うのがおすすめです。続いてはシルコットウェットティッシュ15個入り、お値段が1828円。手元にあるとさっと拭けて便利と人気のある商品、ノンアルコールタイプなので手や口に気軽に使えるのがいいですね。こちらは詰め替え14個と本体も1個ついてきます。1個あたり121円なんですが、こちらも定期的に割引になっているのでその時に買うのがおすすめです。続いては明治北海道無塩バター2個セット、お値段が798円、1個あたり399円でした。またちょっと値上がりしましたね。それでもスーパーよりは安いかな。続いては裂けるチーズプレーン 50g×12 個、お値段が1718円。割引があると1個あたり143円なのでかなりお買い得です。スーパーだと200円以上するのでお財布に優しい。続いては枝豆 500g、 お値段が198円。たくさん入っているのに200円しない価格の値段で販売されていました。こちら炊飯器でご飯と一緒に炊き上げると枝豆の香ばしい香りがして美味しかったです。さらにバターを乗せるともう極上、脳天まで突き刺すようなうまさです。茹でても美味しいし余っちゃうときは冷凍しても OK です。続いては甘くて美味しいキャベツ、セットで298円でした。一玉あたり149円です。甘みがあるので生で食べても美味しいです。よくコールスローにして食べています。続いては任天堂ジョイコン、お値段が7598円。通常8000円以上する商品なんですがコストコでは500円ほど安く販売されていました。ラストはこちら、ゼルダのティアーズオブキングダム、定価は7900円なんですがコストコでは6480円で販売されていました。コストコはゲームも通常価格より安く購入できるのでおすすめです。ちなみに前回行った時には PS5 も取り扱っていて、おそらく数量限定だと思います。今後もみんながハマった人気商品やおすすめ商品紹介していきますので、
そういった動画をこれからも見逃したくない人はぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。